アイテム番号 SCP-492JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-492JP への賛同は、財団職員用の一つを除いて植樹と人為的な地滑りによって封鎖してください。財団職員用の賛同も、立て札などを用いて一般登山客の侵入を防いでください。SCP-492JP に割り当てられた職員は、山岳警備ボランティアに偽装して、毎日17時から17時50分までの間に SCP-492JP 内を巡視し、侵入者がいないことを確認してください。巡視中に一般登山者を発見した場合は、速やかにキャンプ場所を変更するよう促してください。登山者が従わない場合は、速やかに拘束して SCP-492JP の外まで連行し、A クラス記憶処置を施した上で解放してください。侵入者の拘束には C 級鎮圧ガスの使用が認められます。1、8時までに侵入者を SCP-492JP の外に連行することが困難な場合は、C 級鎮圧ガスを使用した上で、その場に侵入者を放置し、速やかに退避してください。翌朝6時に、侵入者の捜索と回収を行い、身元の確認をしてください。SCP-492JP 内の調査については、朝6時から1、8時までの間ならば特に制限はありません。1、8時から6時の間、SCP-492JP 内への立ち入りは禁止されます。SCP-492JP 内での宿泊実験を行う場合は、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得た上で、D クラス職員を用いて行ってください。追記。SCP-492JP 内での映像をリアルタイムに遠隔中継できるカメラの使用は禁止されています。説明 SCP-492JP は秋田県、山の7合目付近に存在する、5メートル四方ほどの大きさの広場です。一般的な登山道から外れた場所に存在しますが、雑草などが生えていないためテントを張るのに適した場所のように見えます。SCP-492JP の特異性は、1、8時から翌日の朝6時までの間、以降、夜間と表現する、滞在している場合に発現します。夜間、SCP-492JP に滞在していた人物は、何らかの理由により SCP-492JP からの逃亡を試みます。SCP-492JP の影響を受けた対象は、事前のいかなる命令や脅迫も無視し、物理的な拘束は負傷してでも振りほどいた上で逃亡しようとします。SCP-492JP からの逃亡を試みる対象は、多くの場合山の麓を目指して全力で移動します。しかし、登山道を無視した夜間の移動のため、樹木に身体を打ちつける、あるいは滑り落ちするなどして終了します。現在、この逃亡を試みる行動が精神影響によるものか、SCP-492JP に何らかの実態が出現することによるものかは不明です。SCP-492JP の異常性が明らかになったのは、1995年月、大学の登山部に所属していた学生6名が遭難し、後に全員の死亡が確認されたことによるものです。捜索隊が山を探索したところ、現在 SCP-492JP と指定されている地点で丁寧に折りたたまれたテントが発見され、テントから2から1200メートルまでの8箇所で遭難した学生6人の遺体が回収されました。畳まれたテントの側には学生たちの装備が、防寒具を含めてほぼ全て整列した状態で残されており、テントから麓方向への30メートル間に、下着のシャツや靴下などが散乱していました。捜索隊の報告から異常性が確認され、財団職員による介入と情報操作が行われました。行方不明者の遺族と捜索隊には B クラス記憶処置が施され、行方不明者は斜面を滑り落ちして全員死亡したというカバーストーリーが与えられました。現在、SCP-492JP は周囲を封鎖し、夜間は財団職員の立ち入りも禁止されています。この措置は、過去に行われた D クラス職員を用いた滞在実験において、いずれの場合でも実験対象は愚か、監視していた財団職員までもが逃亡を試み、収容したことによるものです。詳細な情報については、ホエの実験記録、更新記録を確認してください。ホエ、行方不明者の発見状況。SCP-492JP の状況。行方不明者の使用していたテントが、折りたたまれた状態で放置されていた。テントの側には、防寒着を含む登山用具の大部分が、1枚ずつ折りたたまれた状態で整然と並べられていた。また、テントの周囲にもナイフや懐中電灯など、小物が種類ごとに整列した状態で放置されていた。畳
畳まれたテントの内部に特に異常はなく、行方不明者の所属していた登山部の顧問の指紋以外の痕跡は発見されませんでした。SCP-492JP から200メートルの地点、行方不明者の一人が樹木にしがみつくような姿勢で発見された。防寒着は身につけておらず、下着姿であった。SCP-492JP から280メートルの地点、樹木の上部の枝を3名分の右腕が握りしめていた。また、同じ枝に6枚のシャツで作った即席のロープが結び付けられていた。SCP-492JP から340メートルの地点、行方不明者の一人が樹木の枝に腹部を引っ掛けるような状態で発見された。右腕は小さな刃物を用いて切断されており、SCP-492JP から280メートル地点で発見された。SCP-492JP から5500メートルの地点、登山部のリーダーであった、が、山肌に生えた低木に全身を突っ込んだ状態で発見された。低木の枝や葉が体の前面に無数に刺さっており、最低でも時速、km で突っ込んだと推測される。なお、衣服の類は身につけていなかった。SCP-492JP から520メートルの地点、行方不明者の一人が右腕は小さな刃物を用いて切断されており、SCP-492JP から280メートル地点で発見された。SCP-492JP から690メートルの地点、樹木の根元に4ヒト分の内臓が放置されていた。しかし今回発見された行方不明者のいずれも、腹部に外傷はなかった。SCP-492JP から980メートルの地点、行方不明者の一人が山肌から下巨大な岩に叩きつけられた状態で発見された。斜面を下るうちについた勢いのまま岩に激突したと考えられる。SCP-492JP から1200メートルの地点、行方不明者の一人である、が崖から滑り落ちした状態で発見された。右腕は小さな刃物を用いて切断されており、SCP-492JP から280メートル地点で発見されている。第1回 SCP-492JP 滞在実験記録。実験日、1、95年、月日。被験者、登山経験のある D クラス職員、D0223、D1203、D1562 の3名。実験方法。SCP-492JP 内にテントを設置し、17時から翌日7時まで滞在。結果、実験終了予定時刻を過ぎても、被験者からの連絡がなかったため、博士を含む実験関係者が SCP-492JP を確認に向かった。結果、折りたたまれたテントと、SCP-492JP から麓方向へ120から300メートルまでの間の4カ所にて、被験者の遺体が発見された。付近。畳まれたテントの側には装備の大部分が残されており、衣服などがその周囲に整然と並べられていた。被験者は遭難した学生の時と同様に、樹木の上や根元にしがみつくようにして放置されているところを発見された。なお、被験者の左腕はすべてテントから230メートルの距離にある樹木の根元に横たえてあった。第2回 SCP-492JP 滞在実験記録。実験日、1。95年月、日、被験者、D5256、実験方法、被験者に拘束服を着用させた上で、地面に打ち込まれた金属製の鎖で繋ぎとどめ、17時から翌日7時まで放置する。結果、被験者は複数個所の骨折、脱臼、断裂を負いながらも拘束服を脱ぎ、SCP-492JP から麓方向へ22メートル移動した地点まで逃走。発見された時点で死亡が確認された。なお、拘束服は SCP-492JP に折りたたまれた状態で放置されていた。付近、被験者を検視したところ、四肢及び腹筋背筋を用いての移動は不可能だと判断された。また、拘束服に付着していた血液などから、被験者は首及び顎の筋肉だけを用いて拘束服を畳んだ後に、最長14時間で22メートルを移動したと判断される。第3回 SCP-492JP 滞在実験記録。実験日、1、95年、月、日。被験者、登山経験のある D3233、D451、D798 の3名。実験方法、SCP-492JP 内にテントを設置し、17時から翌日7時まで滞在させる。被験者には無線通信機を所持させ、1時間おきの定時連絡を行わせる。
定時連絡がなかった場合及び被験者からの緊急連絡があった場合は、SCP-492JP 内に職員を派遣し、状況の確認を行う。結果、SCP-492JP 内からの定時連絡は7時まで継続した。しかし実験終了後、被験者は SCP-492JP 外に現れなかった。実験関係者がキャンプ地点に侵入したところ、折りたたまれたテントと、テントから麓方向へ60メートルの地点と50、250メートルの地点の2カ所で、樹木の根元で折り重なるように死亡している被験者が発見された。付近、実験関係者によれば、被験者による定時連絡は確実に行われていた。だが、検視記録によれば、19時の時点ですでに被験者はテントを破壊して逃亡を試みていた可能性が高い。今後、一層実験環境の監視を強化し、夜間の SCP-492JP においてどのような現象が発生しているのかを把握する必要がある。第4回 SCP-492JP 滞在実験記録。実験日、1、96年月、日、被験者、D45256、D67981、D98102。実験方法。基礎的な登山スキルと山中キャンプスキルを習得させた被験者を SCP-492JP に17時から翌日7時まで滞在させる。SCP-492JP の周囲は武装した財団職員によって包囲され、実験中は常時監視される。また、SCP-492JP には照明器具とカメラが設置され、滞在実験の様子は全て記録される。結果、被験者、及び監視チームが SCP-492JP から麓方向へ逃亡。被験者を含む実験関係者17名は全て、麓方向へ50500メートルの範囲内38箇所で発見された。付近、装備品の大部分を畳む、あるいは整然と並べた状態で逃亡した点については、過去の実験と同様だった。しかし、武装していた職員については、所持していた武器を SCP-492JP から山頂方向に向けて投擲した後に逃亡したことが、SCP-492JP 近辺の痕跡から判明している。また、実験を記録していたカメラを確認したところ、フィルムが全て感光していたため、実験地遊の様子は不明だった。第12回 SCP-492JP 滞在実験記録。実験日、2。1年月、日、被験者、D45256、D67981、D98102。実験方法、カメラを搭載したドローンを SCP-492JP 内に設置し、サイト、81、内の監視室で、博士た4名が実験中の様子を監視する。結果、データなし、付近、サイト、81、内からドローン搭載カメラを通じて実験を監視していた、博士た4名が、着衣を脱ぎ捨てて多乗で監視室の扉前に折り重なるような状態で発見された。検視の結果、6名全員が互いに押し合ったことによる窒息死であることが判明した。なお、ドローンは設置された状態のまま放置されていた。第3回 SCP-492JP 滞在実験中更新記録抜粋。閲覧終了。通信記録開始。通信時刻、10。7時、D3233。あ、もしもし、聞こえるか？エージェント。あ、受信状態は良好だ。D3233。現在17時。今、ところ異常なし。こんな感じでいいか？エージェント。あ、1。時間を気に頼む。定時連絡を中断した場合は、処分の対象になるからな。D3233。了解。通信時刻、10。8時、D3233。現在18時。特に異常なし、と。エージェント。了解。引き続き頼む。D3233。了解。通信時刻、10、9時、D3233。現在19時。特に異常なし、と。エージェント。ああ、特に問題はないな。引き続き。D3233。了解、更新中断。エージェント。ああ、もう切り上がった。通信時刻、2、10時、D3233。現在20時。特に異常なし、と。エージェント。了解した。ただ、さっきは切るのが早かったぞ。もう少し待て。D3233。
了解。エージェント。ああ、こちらから何か伝えることがあるかもしれないからな。通信時刻。2、11時。D3233。現在21時。特に異常なし、と。エージェント。了解した。こちらからも特に伝達事項なしだ。D3233。了解。通信時刻。2、12時。D3233。現在22時。特に異常なし、と。エージェント。了解。ところで、さっきからお前が定時連絡してるようだが、他の2人はどうしてる？寝てるならそのままでいい。次の定時連絡の時にでも交代してくれ。D3233。了解。通信時刻。2、13時。D3233。現在23時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 定時連絡は受けたが、他の2人と交代だったんじゃないのか？ D3233 了解。エージェント。ああ、次は交代ってことだな。通信時刻。2、14時。D3233 現在24時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 か？他の2人と交代じゃなかったのか？寝てるのか？ D3233 了解。エージェント。了解、じゃなくて他の2人の状況を報告しろ。更新終了、エージェント。D3233 おい。通信時刻。1、時、D3233 現在1時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 命令だ。直ちに他の被験者と交代せよ。D3233 了解、更新終了。エージェント。D3233 クソ、切りやがった。通信時刻。2、時、D3233 現在2時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 他の被験者と交代せよと先ほど命令した。命令拒否は解雇の対象になると、事前に説明したよな。D3233 了解、エージェント。了解ってお前、何言ってるのかわかってるのか。通信時刻。3、時、D3233 現在3時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 もう一度だけ言う。他の被験者と交代しろ。さもなくば、この実験の終了後に解雇することになる。D3233 了解、エージェント。いいか、お前だけの話じゃないんだぞ。お前以外の二人も解雇されるんだぞ。通信時刻。4、時、D3233 現在4時。特に異常なし、と。エージェント。D3233 すでに上位の職員と連絡を取って、お前の解雇が決定された。ただし、今のうちならまだ撤回が間に合うから、他の2人を。D3233 了解、エージェント。おい、聞いてるのか、他の2人を出せば、解雇が撤回されるんだ。通信時刻。5、時、D3233 現在5時。特に異常なし、と。エージェント。D3233、ここまで順調に来てるんだ。今のままだと、実験終了後に解雇されてしまう。頼むから、何があったのかとか、他の2人が出られない理由について報告してくれ。D3233、了解、エージェント。D3233、通信時刻。6、時、D3233、現在6時。特に異常なし、と。エージェント。D3233、後、1時間したらお前を拘束しに行く。どうかその前に、他の2人の声を聞かせてほしい。D3233、了解、エージェント。なあ、D3233、本当にお前は了解してるのか？通信時刻。7、時、D3233、現在7時。特に異常なし、と。応対者不在、D3233 了解。通信記録終了。